様、今日はようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、あ、どうぞどうぞ。今日は皆さん金曜日の夜、お仕事終わりの方もそうでない方も遠路はるばるお越しいただいた方も、本当に皆さんありがとうございます。今日は阿部浩二さんをお迎えしての急遽のズーマンではありますが、急遽のズーマンなんですけど、でも全力でたっぷりと歌わせていただきますので、どうぞ皆さん最後まで楽しんでいてください。どうぞよろしくお願いいたします。な、一応名乗ってなかった、すいません。ロコと申します。よろしくお願いします。ちょっと私も含め遠くに行っていた人帰ってきた人、いろんな思いで今日は来ていただいてると思います。今日は金曜日の夜ということなので、きっとこれからもう少し夜が深くなっていくとお客様もいらっしゃるんじゃないかなと思います。どうぞ皆様ゆったりとのんびりと、そして思い思いにご自身の時間過ごしていただきたいなと思います。で、今日は配信もやっていただいているので、もしかしたら画面の向こうでもご覧になっていただいている方いらっしゃるかと思います。今日はみんなで楽しくいい夜にしたいと思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。いろんなことありますけど、この音楽に包まれている時間、自分が好きなことをやっている時間だけは、いろんなことを一旦忘れてごめん遊ばせって笑い飛ばしたいよねという気持ちで作りました。ごめん
と夕方になったら肌寒かったですよね。ちょっと肌寒かったですよね。ということで今はだんだん温まっては来てると思うんですけど、皆さんと一緒に指先温めたいと思いますので、皆さんもしよかったらこのリズムに乗っていただけませんか。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ皆さん一緒に手拍子で指先温めて、この金曜日の夜楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。バイバイ。Yeah.
った。あのなんか私あの結構あのこう皆さんのこうライブとか行くのもすごい好きですし、曲音楽聴くのがすごい好きなので、皆さんみたいにこう盛り上がるの大好きなんですけど、あのなんか自分の曲を口ずさんでもらえるってこんなに嬉しいんだと思ってすごく嬉しかったです。なんかこうやっぱり大きい会場でやるのもとっても気持ちよくて好きなんですけど、やっぱりこのユーキーズフーカーバーでやるということは、この距離感の近さ、皆さんにも私の汗やら鼻水やら唾液やらかかるんじゃないかっていう、そのこの距離感がすごく魅力だなと思うので、すっごく嬉しいです。改めまして今日は皆さんようこそお越しくださいました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ですね、このユーキーズフーカーバー、私は毎回お世話になっております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、実はちょっといろんなことが重なりまして、本当は4組で、そうなんですよね、本当は4組だったんですよねそうで、4組ですごくこう素敵な皆さんと一緒に阿部浩二さんをお迎えしたいなって思っていたんですけれども、やっぱりこうちょっと春先ということで、いろんなねご事情があったり、体調を崩され、今崩しやすいじゃないですか、どうしたって。なのでちょっと今日は急遽ツーマンということでやらせていただいたんですけど、でも私としてはすごく嬉しいです。阿部浩二さんと初めてお会いしたのは仙台でお会いしていたんですけど、その時にこう私もまだまだこうなんていうのかな、いろんなところで歌うっていうのも自信もこう少なくって、どうしようかなって思った時に阿部さんがのステージで私はすごく感動して、でその後に阿部ちゃんかっこよかったよってその励ましていただいたのがすごくなんか今につながってるなって思ってるんです。そういう方と今日は秋田にお迎えして、阿部さん秋田にお迎えして、今日はツーマンということで皆さんと一緒にこの夜楽しめることとっても嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。もしね配信ご覧の皆さんで行っちゃおうかなっていう人はまだ間に合いますので、どうぞお待ちしておりますお待ちしております、来てくださいとするなと思って今やってました。私はですね、ご縁いただいて先週の土曜日日曜日は初めて北陸行かせて、初めてのところばかり行かせてもらったんですね。北陸金沢と福井と石川県と福井と行かせてもらって、その後大阪と京都とって行かせてもらって、すっごく自分としては私あんまりこうなんていうのかな、車でいろんなところ行かせてもらってて嘘じゃんと思うと思うんですけど、すっごいやっぱ怖いんですよね、一人で行くのね一人で行くの怖いし、なんていうんだろうな旅が好きっていうわけでもないんだなっていうのをすごく痛感したり、だけど歌うのが好きっていう気持ちしかなくて、でなんていうんだろうな、いろんなところに行っていろんな方と出会いたいと思ってることしかないんです。だけどでもちろん新しい出会いもあってすごく楽しかったですし、勉強になりましたし、もっとこうしようかなしようかなって、自分のパフォーマンスってどういう風にしたら皆さんにもっと歌がよく伝わるんだろう、そういうどういうライブをしたら皆さんにこの歌届けられるんだろうってすっごい思って、で悔しい思いをしたりとかして帰ってきて、信じられないでしょ、昨日の夜中について私今ここで歌ってるんですけどね、そうなんですよ。でもそれもすごく嬉しいなって思いました。その後に歌って、今すごく安心して、なんかこう自分ってどういう風に歌っていったらいいんだろうって難しく考えてたんですけど、今日はとにかく皆さんに一つ一つ丁寧に歌を届けたいなという思いになることができました。本当に皆さんありがとうございます。なので今日はですね、次に路上ライブでずっと大切に歌ってきた歌です。私はこの男鹿市、秋田県男鹿市というところがあるんですけど、そこの男鹿市で生まれ育った時にどうしてもお家から出れない時期があったりして、すごく苦しい時がありました。今は地元が大好きですし、ね、地元のテーマソングとかをこう作らせてもらったりとかしているぐらい関わらせていただいてるんですけど、だけどやっぱり苦しくて、どうしても好きになれなくって、どっかに行っちゃいたいなって思った時期があったんです。その時の自分に、大人になった自分がどういう風な歌を作れるんだろうと思って、
大人に一応大人ということになってから作った曲があって、路上ライブ時代から大切に歌ってきました。今日は皆さんに聴いていただきたいと思います。汗かけ出せという曲を聴いてください。ぜひ皆さん飲み物も注文しながらですね、のんびりと楽しんでいってください。
生という曲でした。ありがとうござい
続けて聴いていただきました。一世のせいという曲でした。改めまして、私は秋田県男鹿市出身のシンガーソングライターロコと申します。今日はよろしくお願いいたします。第2部みたいによろしくお願いします。今日はですね、阿部浩二さんという、ね、全国ツアー中のミュージシャンの方をお迎えしてのツーマンとなりますので、どうぞお時間を許す限り楽しんでいっていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。譲れないこととか、頑張りたいなって思うこととかあるんじゃないかなって思います。きっと今日も戦ってこの場に、ああ風花場に行くぞって来てくれた方が多いんじゃないかなって思います。そんなかっこいいヒーローみたいな皆さんに歌いたいと思います。文字通りヒーローという曲です。の手軽さだったはずだ。いつの間にかこんなに大きくなって、暴れ出しそうな衝動を抑えて今ここに立ってる。妬み嫉みひがみいろいろあるが、結局はやるかやらないかだけだって分かってたはずなのに、気づかされるのは誰かの歌だ。いつもね
すべてのヒーローの皆さんへ、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒーローということでした。私ですね、秋田県に今住みながらで、もちろん音楽をしているんですけれど、こうやって歌ってるということは、でも車に乗ってですね、ご縁あるところにいろいろ行かせていただいてまして、昨日一昨日はですね、大阪と京都と初めての場所に行かせていただいてました。でその時にも思ったんですけども、やっぱりその前は金沢とか福井ですね、で初めて行かせてもらって、さっき帰ってきて安心するって話もさせてもらったんです。秋田に帰ってきて、やっぱり東北の空気ってね、こうあるんですよね、やっぱりね、あーって帰ってきたなって思ったんですけど、それと同時にそのなんか音楽って距離というか、その場所ですねとかも超えちゃうんだなっていうことをすごく思いました。音楽っていうつながりがあると、最初こう私も人見知りなので緊張したりとかしてるんですけど、ライブが終わった後いろんな人とこう、例えばお客様でもそうですし、ご一緒させていただいたミュージシャンの方もそうですけど、なんかこう打ち解けて、あ、この人こういう人なんだなとか、全然見た目で分かってなかったなとか、第一印象で決めつけちゃってたなっていうこととかすごくあって、そういう瞬間がやっぱり私はすごく好きだなって思います。このライブを聞いてくださってる皆さんもきっとそうじゃないかなと思うんですけど、その歌を聞くとその人ってどういう人なんだろうって分かったりとかする瞬間もあるじゃないかなと思って、私そういう瞬間というかすごく嬉しいなって思います。どうしても遠くにいていろんなところに行くんですけど、出会いもあれば別れもあって、私も2023年は、会えなくなってしまった人がいました。いろんな意味で、いろんな意味で会えなくなってしまった人っていうのがいました。そんな離れてしまった人、心の距離が空いてしまった人、もう物理的には二度と会えない人、そんな人を思って作った曲がありますので、聴いていただきたいと思います。約束という曲です。ぜひ皆さんどうぞ飲み物も飲みながらですね、ゆったりと楽しんでいただければと思います。稲穂の揺れる
ちゃったよとか、些細な些やかなことでもあなたに言いたいわ。約束という曲でした。ありがとうございます、早いもので私の時間は次の曲で最後とさせていただこうと思います。この後、今全国ツアーされている阿部浩二さんがこの後20分くらい空いてて20分くらい空いて、あの注文タイム、ぜひ、すいませんね、静かに聞いていた、すいません、途中から入っていただいた、マスターともお話ししたいところ、すいません、聞いていただいてありがとうございます。ぜひ、皆さん、楽しんでいっていただきたいと思います。ちょっと注文タイムとかも挟みながらですね、その後、阿部浩二さんのステージとさせていただこうと思います。ぜひ、ホットドッグも美味しいんですよ。初めていらした方もいらっしゃるのでちょっとね、食べたことあります？そんなに気づかなくて、あ、すいません、すいません、初めて気づかなくて、あ、すいません、あ、本当に本当にありがとうございます。私もこう、いや、嬉しい。いや、本当に私とっても楽しみでした。もうこの先ほどですね、歌の中でもコロナ禍とかでもやっぱりどうしてもこう自分が行っていたパン屋さんとか好きなお店がどうしても続けていけなくなってなくなっちゃったりっていうのが、まあ、秋田とか他の県でもきっとそうだと思うんですけどたくさんあって、でもその中でこうして歌えるのはやっぱり受け入れてくださる皆様、そして受け入れてくださるお客様、そして受け入れてくださるお店様があるからだなと思います。もうフーカーバーが残ってくれて嬉しいなって思いますありがとうございます。すごくそれって素敵なことだなって、ただいまってお帰りって言ってくれる場所があるっていうのはすごくすごく嬉しいことだなって思います。それはこうやって足を運んでくださる、聞いてくださる皆さんがいてくださるからだと思います。本当に今日はありがとうございます。あー、大事なこと言うの忘れてた。いっけない、いっけない。今日はなんと投げ先生となっております。マスターと仕込んでたのかなぐらい今日はですね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、大吉さん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。もう今日ですね、もうロコちゃんよかったよでもいいですし、もちろんこの阿部さんよかったよっていうのでもいいですし、もう2人のステージよかったって最後にこうお気持ちいただくのもとってもありがたいです。もしそれはもちろん強制ではないので、いくらってことはないので、でもぜひ皆さんからお気持ちいただけると、やっぱり皆さんからのお気持ち、こうやっぱりなんていうのかな、歌ってて皆さんがすごくよかったよって言ってくださるお言葉一つでも私はすごく嬉しいです。でもそこにもしお気持ちいただけたら、私はとってもとっても嬉しいなと思ってます。なのでぜひぜひなのでぜひ皆さん、お時間が許す限りですね、そして楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。あ、すいません、ありがとうございます。本当に皆さんからの思いを受け止めて、本当に本当にこれからもまた私もまた来週ですね、仙台行って、その後埼玉の方に行って、で今度
茨城県の土浦で歌わせていただくんです。で、私は車で移動しているんですけど、やっぱりこう土地土地でですね、ガソリン高いなとか思う時もありますしね。なので皆さんからお気持ちいただけると安心して走れますので本当にありがとうございます、ね、こうしっかり言っておかないと、なかなかちょっと忘れてたんで、ありがとうございます。次で最後の曲とさせていただいて、阿部さんにバトンタッチしたいと思います。皆様今日は本当にありがとうございます。どうぞお時間許す限り楽しんでいってください。ありがとうございます。夢を追う主人公の歌です。会社員シンガーという曲を聴いてください。4時間半の運転を終え、ようやく家に着いた。大急ぎでシャワーを浴びて、化粧水塗って、髪も乾かして、 SNS を更新して、溜まってたお返事もして、 CD の売り上げを計算して、それから気づけばもう4時。明日も7時には起きて、今日の輝きは一旦置いて、ストッキングに足を通さなきゃ、今は眠れ会社員シンガー。そう、睡眠時間を削ってでもやりたいことがある、そんな歌です。結構値段ですよねギリッギリで、あーなんとか出社、月曜日の朝は特に辛い、昨日の拍手がまだ頭に響く、いつまでこんなこと続けられるのか、続けていけるのか、we'll be right back.
あるために今日までの日々を生き抜いてきた。今は歌え会社員シンガー、今は歌え会社員シンガー、今は歌うあなたと一緒に。今日は皆さん最後まで楽しんでいきましょう。金曜日の夜ありがとうございました。ロコでした。次はハルコちゃんが登場です。ああいうのすると皆さん物販コーナーもあるのでどうぞ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ロコでした。ハルコちゃんの皆さんもありがとうございます。どうぞ皆さん楽しんでいてください。ありがとうございます。嬉しい。
どうも、はじめまして、阿部浩二って言います。よろしくお願いします。今日の朝、東京からやってきました。いつも一人で歌ってみます。夜中の品川駅で歌ってみます。いつも一人で歌ってみます。夜中の品川駅で歌ってみます。ここは JR の敷地内だから白線の外でやれよっておっちゃんは言います。いつ誰が何のためにみんなの地球を白線で区切ったの。そんなことしてるから肉親同士争い合うんじゃないの。そんなことしてるからいつまでたってもあの国とあの国が仲直りできないんじゃないの。目覚めの見かける人はいません。コンパ帰りの新入社員が通り過ぎて行きます。足を止めてくれるキラキラした目の子供たち、すぐ親に手を引かれて連れて行かれます。もし日本が東と西に分断されたら、天竜川あたりが軍事境界線でしょうか。僕の故郷はずっとずっと西にあります。もう二度と故郷の土は踏めないのでしょうか。もう二度とあの街の景色は見れないのでしょうか。そんな戦国時代みたいな話あるわけないよって君は言います。そんな韓国と北朝鮮みたいな話あるわけないよなって僕も思います。後味の誰にも見えません。
一人で歌ってみます。夜中の品川駅で歌ってみます。白線って曲でした。みんなお酒飲みながらゆったり聴いてください。ちょっと一つだけマスターごめんなさい、俺ちょっとタバコの煙が苦手でちょっとほんとごめんなさい、なんか皆さんすいません、30分ぐらいだけちょっとタバコの煙我慢できてもらえたら嬉しい、すいません本当にごめんなさい。一生懸命歌いますんでよろしくお願いします。阿部浩二です。バブルの頃は良かったとあなたは言うけど、僕らはバブルを知りません、知る由もありません。バブルを知らないなんてかわいそうだわ。僕らはバブルを知りません、知りたくありません。僕のポケットマネで目の前のストリートチルドレンを何人救えるんだろう。自分を美化するためにいくらか投げてやる。先祖が命かけて作り上げた円の価値を振りかざしながら旅は続く。あの人の年収がポケットに詰まってる。戦争してた時は本当に辛かったわ。僕は戦争を知りません、生まれていません。戦争の本当の悲しみはハイビジョンじゃ伝わりません。知らんの空は僕に教えてくれました。歴史は繰り返すと口のとんがったコメンテーター。最後の世界大戦が始まるとどっかの教祖様がつぶやく。今日も平和を願いながら争いはやめれません。白人黒人北南右より左より、ラブよピースよ天然もの人工もの男と女、与党に野党に神様に仏様にルーズベルトスターリン、推進派反対派富裕層秘密層太陽と月、ハブとマングース化学兵器核兵器ソース顔所有顔、メジャーにマイナーにやられたらやり返す倍返しだ。食欲性欲睡眠欲眠った心の闘争心、子供が親を親が子供を殺しました。垂れ流すだけ垂れ流しといて、あとは知らんぷり、アイドルズラアナウンサー、今こそ本当の愛を歌うときだ、シンガーソングライター。あれこれ図を並べる大人になりたくなかった。いつからか自分のへりくつをベラ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 歌ってる。正義のためとは何ですか、僕は分かりません。バブルも戦争もいりません、僕は分かってます。全ての武器を楽器に、楽器でも人は殺せます。戦争をするのは武器ではない人間なんです。今こそ本当の愛を歌う時だ、シンガーソングライター。今こそ本当の愛を歌う時だ、シンガーソングライター。今こそ本当の愛を歌う時だ、シンガーソングライター。
久しぶりにゆきずふかば一番最初に出演されたいロコちゃんのおかげで帰ってくることができました。ありがとうございます、ロコちゃん。アスターもありがとうございます。本当に何より今日こうやって聞いていただいて本当にありがとうございます。秋田何回も実は僕歌いに来させてもらってるんですけど、こういうちょっと暖かくなる時期っていうのは初めて来ました。いつもなんか雪がちらつくような時に来てたんで、もうね、時間あっても外で出ずにここでずっと時間潰してたりしてたんですけど、ちょっと今日時間あったんでさ散歩してたんですけど、秋田は結構飲み屋街にぎわってますね。あ、なんか偉そうな意味じゃなくて、なんかすごいなんかね、ヤンキーがいっぱいおったなと思って。秋田ヤンキーが店に春がないよ。僕の地元は愛媛の松山っていうところなんですけど、まあ松山もちょっとね、ちょっと変なヤンキーいっぱいいるんですけど、地元の、母親が、美容室を30年ぐらいずっとやってまして、道後っていうところで、母親がの、シンデレラっていう美容室をやってるんですけど、そこにシンデレラっていう曲を、母親に書いたんで、母親に書いた曲を聴いてください。今になって思うことがあるんだ、あの時故郷を捨てなければこんな貧しい思いをすることもなかったんじゃないかって、今になってわかることがあるんだ、人を愛することすらしないから自分を愛することすらできないんじゃないかって、今でも思い出せるよ、室のパーマ剤の香りを、今でも思い出せるよ、瀬戸内の穏やかな香りを、与えぬよ、シンデレラシンデレラ、君を思うと苦しくなる、ガラスの靴は見つかったかい、彼女はできたの、結婚する気はあるの、そっけない態度でいつもごまかしてみるけど、今になってわかることがあるんだ、人を信じることができないから自分を信じることさえもできないんじゃないかって、海外で活躍するようなスポーツ選手になれなくてすまんよ、できたってもうすぐマイホームが建つって
苦しくなる。ガラスの靴は見つかったかい。飛行機に乗る旅を思うのです。このままどこかに落ちてしまっても、そういうだったんじゃないかって。親不孝者とは僕のことでしょう。シンデレラシンデレラ、今度帰ったら話せるかな。人生をかけて貫いてみるよ。シンデレラっていう曲でした。酒と女がなければ本当にいい人なのにね。あなたの血をそっくりそのまま受け継いだんでしょう。酒と女がなければ本当にいい息子になりました。警察にお世話になった時、何も言わずに迎えに来てくれた。あなたの優しさが痛かった。自分の存在が情けなかった。もうやりたいことやってる場合じゃないよな。でも自分のよりどころは酒でもなく女でもなく歌でした。自信満々で作ってくれたカレーライスは美味しくなかったです。オイスターソースとカラムーチョを入れればそれなりの味になりました。コンビニ弁当を食べる丸まった背中を見て、何も感じずにはいられませんでした。プライド高き九州男児よ。酔っ払ったあなたがギターケースを蹴飛ばした時、殺してやろうかと思いました。小顔屋を殺してやろうかと思いました。人間とは言えないでしょうか。僕の脳みそはその辺の犬猫以下でしょうか。
憎んだことはありましたか。僕に息子ができたら殺してやりたいと思うほど愛を注いでやりたい。年金でパチンコ通いはやめてほしいなと思いながらも、夫婦揃ってパチンコ屋に行く姿を微笑ましく思います。いくらでも打ってこいとお小遣いを渡せる時まで、もう少し待っていてください、もう少しだけ元気でいてください。いつも送ってくれる可愛らしい姪っ子の写真、あなたや僕のような人間に似てほしくないなと願っています。ちっちゃこっていう曲でした。アムウェイやろうよ、俺たち友達じゃないか。アムウェイ入ってよ、俺たち仲間じゃないか。君があまりに目を輝かせて言うもんだから、僕は君を突き放すことができなかった。今度ライブに来てよ、俺たち友達じゃないか。ついでに CD も買ってよ、俺たち仲間じゃないか。俺もどこかの誰かに君みたいに思われてんのかな。まあどうでもいいけど、あいつは歌はいいけど客が入んないんだ。あいつは客は入るけど歌があんまりなんだ。また酔っ払ったマスターが愚痴り出したからさ、もう帰るよ、俺は帰るよ。アムウェイ中曲でした。お姉様、全然、どうぞお気遣いなく前に。お姉様でババアだから。じゃあ一曲、旅の歌聴いてください。旅人アンコールっていう曲です。なあ本気のアンコールくれよ、そんな予定調和のやつじゃなくて、形だけのアンコールはいらねえ。なあ本気のアンコールくれよ、思いっきり拳を上げてくれよ。誰よりも力強く振り付けなんかいらねえ、拳だけを上げてくれ。もう二度と味わえない人生にアンコールはないよな。あいつからもらったギターを持って、お客さんからもらったズボンを履いて、
友達と交換した靴を履いてまた旅に出るのさ。各地でうまい飯を食って各地でうまい酒を飲んで、すでに港港に女がいたならそれはそれでいいかもな。酔っ払いの罵声を浴びてあの子の涙を飲んで、親からもらったこの声でどこまでも行けるよな。そこから声出してくれよ、日頃の鬱憤を吐き出してやれ、コール&レスポンスなんていらねえ、その声を聞かせてくれ。もう二度と味わえない人生にアンコールはないよな。CD がたくさん売れるより再生回数が何万回いくより俺に本気のアンコールくれよ、本当のアンコール聞かせてくれよ。今日もいいライブでした。共演者の皆様、ライブハウスの皆様、お客様ありがとうございました。そんな美談で終わらせてタイムラインに流す気はないぜ、お酒に流す気はないぜ。あいつからもらったギターを持って、お客さんからもらったズボンを履いて、友達と交換した靴を履いてまた旅に出るのさ。各地で笑い合えるやつがいて、各地で語り合える友がいて、このままでいいわけはないけどこの幸せ感じたい。酔っ払いの罵声を浴びてあの子の涙を飲んで、親からもらったこの声でどこまでも行けるよな。旅人アンコールって曲でした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃああと2曲やって終わります。阿部浩でした。ロコちゃん本当に今日はライブ組んでくれてありがとうございました。あのまあなんかロコちゃんもあんまりふわりとしか言ってなかったですけどね、本当はよ共演者4人おってあね一緒にやるはずやったんやけど、まあいろんな事情でね、あの今日はツーマンライブになったけど、でも俺ロクちゃんとツーマンライブできて本当に嬉しかったです。まあ歌うたりずっとやってたら20年ぐらいやってるんですけど、まあね正直ステージ見たらその人のもうなんかあれがわかるっていうか、それもなんか偉そうですけど、なんかあこの人はやっていく人なんやろなっていうのは正直分かってしまうというか見えてしまうというかね、そういうのはロコちゃんに感じているんで、ずっとあのまたあの切磋琢磨していけたら嬉しいなと思います。まあ他の人がどうこうとかそういうの話は置いといて、あのロコちゃん頑張ってください。僕も頑張ります。もっと今日本当ありがとうございました。俺みたいなもんでもあの人生かけて歌っていけばなんとかなるっていうことを、あの自分の決意のような歌歌してください。夢の後始末っていう曲です。少しばかり人のことが気になるんです。少しばかり人の目が気になるんです。夢を追う人を笑う人を笑うことでしか自分の位置すらつかめません。幸せとは何ですかなんて聞かないで、自分が一番分かってるはずでしょう。ちなみに僕はどんなに惨めでも本当の自分に素直に生きていくことだと信じてます。一番気になってた思いを
リキンが書いたしょうもない自己啓発本を読みふけていた。あの頃の僕とは違うんです。信じる者は救われると誰かが唱えてる。自分だけを信じてきた僕はこの様なんです。衝動的に開いた卒業アルバム、いつでも帰ってこいよなんて地元の連れがぽつり。帰れるわけねえだろこのままで、死んでも帰れるわけねえだろ、誰もお前になんか期待してねえからって、もう一度奮い立たせてほしい。体も打ちまった心も打ちまった、残ったものは何もない。かっこ悪いところもさらけ出して初めて人の心は動くんですかね。客を楽しませる前に自分が楽しまなきゃってさ。だからって酒飲んでステージ上がっていいとはどうしても思えない。聞かせてくれよ生粋のブルースを、聞かせてくれよ本物のパンクロックを。そんな風に歌いたいこと歌ってても応援してもらえるのは若いうちよなんて言われたもんだから、うっせバカなんて心の中でつぶやいてまた虚しくなってる帰り道。自分が主役の人生なんだ、名脇役でしたねなんて言われてくたばっていくのだけはごめんなんだ。カップ麺と発泡酒で締めるこの日々をいつか懐かしく感じたい、いつか懐かしく思いたい。あとどれくらいの嘘を繰り返せばいいんですかね。あとどれくらいの人を裏切ればいいんですかね。一番気になってた思いを僕が声にするから、叶わないと分かっていて阿部浩二でした。また会いましょう。ありがとうございました。アンコール
の前僕ここで歌ってしまった時にあのさっきロコちゃんがそういう話してたんですよね。 今思い出しました俺おいちゃんの声でおいちゃんにからかわれたわってこの辺にいましたよね。ただの変態です。知ってます。やめてみたいじゃあ、ゆきさんもう一曲だけ。あ、じゃあ、あのせっかくなんで生音でやります。音下げたよ。え、音下げ、ギター渡す。あ、でも全部下げてもらって。あ、なんか客でもつけてもらって。みんな顔みたいになってますけど客、明かりもつけたらまずわ、つかない。ここが一番いい上がり。乾杯。じゃあ飲みましょう皆さん。まだ1曲あるんですけどまだ終わってないんですけど。じゃあ結局やって終わります。はい、ロコちゃん本当に今日は組んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。結局やっております。イエライブハウスも大変だから、少
少しでも酒飲んでお金落とすナイトだと気持ちは嬉しいだろうけど、お前の一杯二杯じゃ何も変わらねえよ。いい曲作っていいライブしてたくさん客呼んで初めて恩返しになるんじゃないのか。ライブ前に酔いつぶれる演者や、クラブで音も聞かずナンパしてるやつされるやつ、ストリートミュージシャンの CD 買って踏みつぶしてネット動画配信するやつ、マイナーコード書き鳴らして周りの人間をディスってる俺、あいつらも俺も一緒だよな。誰かに構ってもらいたいんだよな。ただ一つ言わせてくれよ、あいつらと俺の違いを。自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え。ところで今夜は対バンだよな、友達作りに来てるわけじゃないよな、遊びに来てるわけじゃないよな、やるかやられるかだよな、真剣勝負がしたいんだよな。このまま守りに入ってたら何一つ入れりゃしねえぞ、とことんやり合おうぜな。 CD の次は T シャツ作って、 T シャツの次はタオル作って、タオルの次は缶バッジでも作ろうか。本当に胸張って音楽で食ってるって言えるんだろうか。本当に胸張って音楽で勝負してるって言えるんだろうか。本当は誰もこんなことしたくねえよな。ライブの営業メールなんてやりたくてやってるやつは一人もいねえよな。アイドルをバカにするのは、ジャニーズをバカにするのは、アイドルにもジャニーズにも入れなかったただのバカだけだろう。そいつの気持ちが入っていなければ人の気持ちは動かない。そいつの魂が入っていなければ人の魂は動かない。猫背がひどくなって、目尻の視野が濃くなって、朝立ちもしなくなってきやがったこの野郎。嘘も本当も強さも弱さも全てをさらけ出す。悩んでる暇があったら筆を取れよ。泣きたいぐらい悔しいんだったら叫び続けろよ。そろそろスマホで写真撮るのやめてもらっていいっすか。俺の歌を聴いてくれ、俺の言葉を感じてくれ。自分のために自分の歌を歌え、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 自分のために自分の歌を歌え。ちょっと待って。去年のオナニーしてる。